イエーイ、どこ見たらいいの？あれ、どこ見たらいいの？あ、イエーイ初心者初心者だって。やばい、久しぶりだね。なんかめっちゃ楽しいね。楽しい、こういう感じ。てか、スクマがうちがヒートテック着てるから。いや、だって25度とかだったの。あ、こっちも。おはようございます。挨拶して。何人いるの？え、てか今何時？9時。上かな、下かな、右かな、左かな。うん、そこはやっぱり似てる人は上かな、下かな、右かな、全部やな。うん、そこはやっぱり似てる人は全部上かな、下かな、右かな、左かな。うん、そこはやっぱり左とも。ひらくん上かな、見てる人。もう想像つくもん。もう想像つくもん。上かな、下かな。もう想像つくもん。最低は私。さあ、味噌汁飲もうっと。みんなで朝ごはんタイム。みんな何食べてんの、紹介して。なめこの味噌汁。なめこ。ひだちゃんは？お豆腐のうまだし豆乳スープ。つぶつぶゆずかわいい。かわいい。かわいい。おいしい。え、これおにぎりに合うんだって。絶対おいしいじゃん。それおいしいじゃんだって。絶対おいしくない？これ入れる？え？入れるかな？待って、入れるとかじゃないでしょ。ソーセージおにぎり。入れるんだよ。え、おにぎりを？ソーセージ？え、違う。入れる、違うよ。こういうことじゃん。本当じゃない。ソーセージじゃん。え？じゃあ何なんせんの？そうだよ。ソーセージだよ。がっつりソーセージ。がっつりソーセージって書いてある。何？炙り焼きがっつりソーセージ。イエーイ、がっつり。海苔に巻かれてる。うるさいな。うるさいな。海苔に。お前よ。あら。うん、あら、やっぱりみんな変わってないな。いや、合ってんだろお前ら。こっちのセリフなんだよ。やっぱみんな変わってないなってしか言ったらさ、しみるじゃん、ちょっと、うん、確かに。ひなこが言ってもね。うんうん。でもほんとひなこに会うの久しぶり。そう、多分すごい数ヶ月ぶり。そんな？それは。え、今日？うん。いや、会ってはいたよ、ちょいちょい。けどこんなにあったじゃん、アンロケの収録で。あん時でも秒だったじゃん。そう、だからそう、喋ることがなかった。なんかね、5秒だった。あったの5秒。うん、そっか、嘘つくの。愛媛だったもんね。うん、うん、あー美味しい。あー美味しい。ピナちゃん何食べてるの？こっち。それ一口食べたい。これ何？何にいる？ね、やめて。え、どう？え、なんか言った？なんか変なこと言った？何おにぎり？何おにぎり？でも全部笑ってるから、ひなこ。なんかどうしよう。全部さ、変換されちゃうの、頭の中で。ひなこの変換怖いわ。なんで？ちょっと、なんで黒庭に？黒庭には変換しちゃう。どういうこと？分かったでしょ。分かんない。何？だから分かるはず。分かんないの。何を考えてるの？逆に何で分かってんの？うち上級者じゃん。自分で言わないで。黒毛和牛で変換って何だろう。やばいな。なぜって演技うまいよね。日々。本当？日々うまい。なんだせってナス好きなんだ。そうだよ。なんちゃんよくナス食べてる。ちょうだい。あ、めっちゃゆずこれ。うん、熱い。とってもとっても熱い。猫を食べる。うちゆずめっちゃ好き。え、わかる。わかる。うん、最悪。ひなこ新チームない。いや、おいしいこれ。私の新チーム。うん、おいしい。私は、え、チーム。あ、じゃあ発表してか。チーム4でしょ。チーム4です。何の方？何の方？大喜利ね、大喜利みたいな感じ。何の方だ？じゃあ回ってくるから決めよう。考えよう。ひなことかぶんないようにしないと。むずいな。何の方？多分一生かぶんないような。なんで？絶対かぶろう。やめて。思考回路したから。チーム K の K は何です？何の K ですかって。何の K 言うの？うん？き、け、き、け。
あ、そういうことか。かわいいの毛。おー、いいね。かわいいの毛、いいね。はい、ニダイヤ、何の B？ B は、私のカップ。違う。そうなんだ。ちょっと待って、意外とちっちゃいの。そうなんだ。うん、意外とちっちゃい、ね、だと思うかな。なんかいいぐらいあるかと思う、うん、それはね、朝からちょっと衝撃だった。でも本当のやつは、本当のやつはチーム本当のやつは本当のやつは、本当の今チーム見たけど、本当のチームはだって絶対聞こえないようにしてよ。いやいやのご、ちゃんと詳しく言った、ちゃんと、あーブルル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 みんなすっぴんだよね。メイクしてるよ。なんかあ、メイクしてる？若干。エロ。若干。うちは多分これ。リップも塗り。え？え？向かって。あ、ダメだよ、見えてるよ。よかった、早くやんなくてよかった。え、見えてたかな？よかった、ここに。見えてないじゃない？え、マジ？見えてないか。画角怖。監視カメラみたいな。何個あるから。参加だけだよね。なんかさ、なんか左の画質なんか、顔やばくない？なんかさ、エフェクトさ、うちさあれ塗りたい。めっちゃ色なくない口に。スピン感。可愛いよスピン。ありがとう。もうちょっと。なんか顔がすごい。なんか違うんだって、何が違うんだって思う。でも。うん。ほうれい線はしてるしてる、全然してる。ガッツリソーセージ食べる。これソーセージさ、じゃあ元めっちゃ太くない？だってさ、え、だってさ、このあ、違う違う、絶対え、なんかその形にしたんじゃない？あー、そういうことか。いや、ソーセージって普通さ、こうしながら、でもさ、これなに？あいつよ、違う、だからさ、平べったい、だからさ、このくらいのサイズなのかな。そもそもがね、そんなことない。絶対美味しい。個室でも絶対いい、この携帯。いただきます。いいな、13いいな。味を知ってるな。いいよ、13にしたんだ。ね、いろいろできた登録。本当にやばすぎて、ファンの人にずっとショールームできた。めっちゃイライラしたもん、わからなすぎて。めっちゃいいよ。でも今すごいんだね、あの匂い嗅いでみて、ちょっと。すごい、ソーセージの匂いする。うん、沖縄の匂いする。わかるわかる、あのスパムの、あ、そうスパムの匂いする。これで携帯をね、かざすだけで全部入ってくるの、データが。知ってる？どういうこと？携帯から携帯に？そう。え、知らん？知らない。前の携帯と横に並べるってこと？そう、横に並べると全部データ入んの。なんで？インスタとかアプリとか全部。え、それアプリがあんの？違う、え、iPhone の機能。え？13の機能かな、じゃあ。うん、え、そうそう、あったよ。めっちゃ楽じゃん。え、インスタとかも全部？え、全部入った。ツイッターとかも？うん、入んないのは LINE と、あとメールだけ。そういうの写真も全部入った。え、すごっ。そうなの？しかも15分くらいで。どこにあるの？こうやって。え、こうやって前の携帯あるじゃん、うん、普通に横並べるだけ。え、そうなんだ。そんなあった？だいぶ昔からあるらしい。うん、嘘。ね、すごいよね。そうなんだ。最新情報。何？え、その、ああなんか、なんかあんのかと思った。何って。帰省走ってんの、ひなちゃん。ピナちゃん、ピナちゃん帰省走ってた。うん、帰省走ってる。もう最高だな。元気元気、ピナちゃん元気だよ。うん、超元気。温めた。でも普通に考えてまだ朝10時だもんね。早い、うちら早いよ。もうね、まだ寝てるよ、やか。終わった。うん。なんで今日は長いぞ、やつら。そうだよ。今日は長いぞ。一日あるね。うん、長いぞ。じ
今日は長い長い、うん、長くてなんか太い時間濃い時間笑ってる、笑わないで。あ、じゃあなんか面白いことして笑ってはいけないし。じゃあ笑わないで。あ、割れる、割れるかなと思って。じゃあ笑わないでよ。いった。いいよ、やって。笑ってる人は罰ゲーム。罰ゲームしよう。いや、分かった。それでは。ちょっと無理だ、ちょっと一回やってみて。嫌だよ、痛いもん絶対。石頭？全然全然。ごめん。石頭来て。ちょっと笑して笑して。ちょっと待って、ちょっと待って。石頭じゃないよ、うち。石頭っぽい。何頭？何頭？長頭。長頭。どちらかというと丸くない？まんまる、ピアちゃんまんまる。丸顔じゃん。これ始めてくれないの？なんで始めてくれないの？やばい。笑わないでね。はい。じゃあ。作るの苦手なんだ。え？自分からやる。広いソーリングがありました。はい、そこに一人の、これ笑ってる？ひらや、あ、これ笑っちゃいけないゲーム。あ、オッケーオッケー。え、こっち見えてないからマジで何してもいい。ほんと何してもいい。広いソーリングがありました。そこに、あ、そこに、あ、あるものが。ひのこってエクステ違うね。エクステじゃない、伸びた伸びた。え、なんかすごい伸びたね。見える見える。ごめんごめんごめん。そこに白い草原の中にあるものが特徴的な男の子がいました。あ、笑った。違う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 、ちょっと待って待って。いや、聞いて、あるものが特徴的な、全然話、うん、男の子がいました。まあ、そのあるものというのは終盤にお伝えいたします。なんか声おかしくない。そしてそのあるものを使って、うん、その男の子も特技ができます。まず長いんです。はいはい、とだとだ、はい、話だ。だって朝10時だよ、朝10時。やばい、どうしよう。そんな私にさえついていけないから。寝てるもん。久しぶりに聞いたその笑い声。ねえ、だめだ、まず罰ゲームしないと。なんちゃん、なんちゃん何してもいいよ。何がいいか。なんちゃん何してもいいよ。何がいいかな。映さないから。え、何がいいと思う。え、何しよう。あ、これ一人ずつやんの。やんないやんないやんない、笑ってないよ。あ、笑ったらやんの。罰ゲーム。え、何がいいかな。なんちゃんの顔眠そう。ここ見て、ここ見て、赤い。じゃあ最初やった顔やって。もう覚えてないよ多分。もっとね、開いて。久しぶりなんかさ、こんなかっこけになるくらい笑ったね。びっくりした、いきなりやるからね。なんかそう、いきなり。また新しいチャイムが響く昨日の最低かも。人なんで、いい曲、楽しかった。久々に楽しかった。うちも踊れないと思う、多分。うちも踊れなかったよ。めっちゃその曲好き。ほんと？こんなんで、ね、そうそうそう、左好き人でも左に似合う。あれ、これ手これだっけ。違う、あれ、そうだよ、これ天使の。ガチそれ。ガチそれ。ああ、面白かった。昨日 M を見た人。撮ってある。見れなかった。っ、うん、見た。誰が好きだった？陣内さん。え？何を見たっけ？あ
冷静なツッコミ。いや、ちょっと分かんない、何も分かんないわ、 M1 のこと見てない、見てない。芸人さん、芸人だよね、芸人なのに感動するの。うん、何、ナンバーワンを決めるやつ。そうそうそう。誰になったの、何だったって読めなかった感じ。なんか魚へん、うなぎ。あ、誰になったの、うなぎって人になったの。だってどうでした、何でしたっけ、銀シャリじゃなくて、うん、聞いたらいいのか、うなぎ。あ、錦鯉だ。あ、それだ、確かにうなぎだ、うなぎと間違えちゃう。錦鯉出てきた。1人、2人、うん、2人、うん、で、もうその方たち50歳ぐらいなの。え、そうなんだ。結構年上で、でも最後のチャンスですって言って、へー、で、うん、1位になってめっちゃ感動した。すごいね、めっちゃ大出世じゃん。うん、でね、サンドウィッチマンの富澤さんとかナイツの花尾さんがね、泣いてたの。へえ、そうなんだ、よかったねみたいな感じで。去年はオンタイムで見てた。うん、うん、そうなんだ、今見た、うん、みんな見てるんだ、うん、面白いもん。うん、うん、ひなこって食べるの本当に遅いよね。遅いよ。今日ね、よく食べるよ。いや、日によんだよ。ひなこ。ひなこの食べるときは食べるし、食べんときは食べる。だって、ゆうなに食べてもらったことある。ちね、普通の汗ってひなこの残飯処理じゃない。そう、うん、残り物食べて。残飯処理の話じゃないですか。最悪だよ。吉川残飯処理七瀬です。そうだよ。じゃあ今から質問タイムをしたいと思います。急に皆さん、どしどし質問をお願いします。はい、うん、質問をお願いします。ひなこがね、あのお悩み相談に乗ってくれるみたいです。お、ああ、なんでもいいですよ、本当に。お、占い、なんで占いしてくれるの、うん、え、占いしたい。手相、やっぱ新年の占い、確かに。じゃあ、2021年はまずどうでしたか。ああ、どんな1年だったか、うん、ああ、ここはね、しっかり線入ってますね。なんで、あの、ちゃんとね、あの、ちゃんと自分を持って生きてきたんでしょうね。例えばどんなこと。自分を持つってよくわかんないですけど。ああ、そうですね。例えば、自分の好きなものを、何自分の好きなものを、に、なんかなんていうんですかね、ちょっと、上下してみる。は？情にって何？ちょっと意味が分かんないです、すみません。でもすごくいい年です。ありがとう。来年はもっといい年になります。いい年です。ありがとうございます。いい年でしたでしょ。あ、でした。じゃあ次は誰？お、私手相見なくてもできるんですよ。顔とかで分かるんですか？うん、そう、霊感的にね、すごい霊感？霊感、なんか霊媒師みたいな、なんか見た時は霊媒師？霊媒師、霊媒師って誰？はい、あ、でもなんか美味しい。何これ、食べたい。え、買ってんじゃん。え、誰のこれ、あるかな、食べていい、ね、奈良瀬、あ、奈良瀬は見てたもん。じゃん、うん、やってよ、やらなくて。ひなこの今年の漢字の漢字一文字は？あ、いいね。今年の漢字？ひなこの。ありがとう。弁。うん。勉強の。ちょ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 。どっちの弁？勉強？何かの弁？どっちの弁？勉強の弁弁。いいね。なぜは？なんだろうな。理由とかないんだ。確かに。理由？うん。勉強いっぱいした。やっぱりラスト JT なんですよ。そうじゃん。気づいてる。早いね。LJK。そう。懐かしい、言ってたわ。LJK。初めて言った。LJK なので、やっぱり卒業しないといけない、ちゃんと。うん、まあいろいろあるじゃないですか。うん、大変な時期だ。そうだね。で、仕事しながらね、大変な時期でしたね。うん、っていう理由で弁。いいね。うん、はい、それなんせ。うん？ね。なんだろう。じゃあガチで言っていい？うん、ガチで言うと、うん、ゾウ。ゾウって何？どっちのゾウ？ゾウは
増える。あ、そっち。びっくりびっくり。何が増えたんですか？イベントが去年よりちょっと増えた。うん、イベントとか、はいはい、そのライブとか。うん。で、ファンの人に会える。あ、機会が増えました。はい。ゾウ、ゾウさんじゃないです。次。ダヤ。ゾウさんではないです。ゾウさんではない。漢字か。今年2021年の漢字？はい。え、それってどうやって決めんの？だから自分の中で、あ、こういう漢字がふさわしいなみたいな。うん、え、ちなみにさ、今年の漢字知ってる？はい。ガチな。うん。じゃあみんなでよ。せーの、金。あ、あ、金だよ。金だよ。絶対やると思ったの人。なんで金？金メダルとかよね。うん、知らないの？質問台に出るよ、うん、これ。絶対出る。テレビで見たけど忘れてた一瞬。ごめんなさい。はい。はい。めっちゃ覚えてください。めっちゃ覚えた。金。金。でもいい感じだもん、ね。一位だもんね。え、じゃあさ、銀メダルが多かったら銀になるのかな。それは違うか。え、でも鉄とかになるのかな。銀メダルの方が多いよ。あ、そうなの？え、そうだよ、金です。え、金の方が多い？金が多かったんじゃない？わかんないけど。金が一番多かったと信じたい。ね。じゃあ、はい、どうぞ。なんだと思うじゃん。いった！え？やばい。うわ、顎に毛生えてる。違う違う。どうしよう。違う。どうしよう、顎。どうしよう。ちょっと今、顎が鋭すぎて。そうか。よかった、髭生えてきた。髭生えてると思うんだって。髭、ちょっとチェックします。え、怖い。はっ！入ってません。何やってんの？はい、じゃあどうぞ。漢字か。なんだと思う？左。じゃあ左で。はい、オッケーです。適当に。理由は何ですか？やっぱあの左ともっていう字を、うん、結構誇りに持ってまして、うんうん、2021年はやっぱ。親とかにね、うん、感謝することもあったので。でもさ、まあ、今年絶対左ってさ、左ってさ、うん、呼ばれた回数多いよね、一番こ左、ほんとだ、左、うん、左はさ、左、確かに、もうそれももう3回大好きだよ、大好き、それえ、やってやって、久しぶりにやってよ。え、懐かしい、ね、あとでレッスンでやってみようかな、うん、覚えてるかな、覚えてる人いるかな、それこそ。じゃあ次、ゆうな。ガチで考えたのは、うん、変化の変。おお、かっこいい、かっこいいかなって思った。それはなぜですか？なんか過ごしてる環境とかも変わったし、うん、それこそやることとかも変わったから、うん、って感じ。かっけえ。かな。変。変化の変です。かっこいい。ご飯食べたら眠くなっちゃった。うん、はい、まだ10時半だよ、だって10時半朝だよ、朝、うん、普通に朝だもん。え、あ、ね、でした。じゃあ一番、今年一番楽しかったことは？言われるとむずいよね。難しいね。でもあるかも。ああ、うちもあるかも。何、楽しかった。待って、一番、うん、一番、うんうん、じゃないとダメ。一番じゃなくてもいい。結構悩む。アリエルみたいなね。うん、かわいい。で、次ユーナから。あ、ユーナから。でも二十歳になった、なって二人暮らしして、メンバーみんなとお泊まりしたりとかしたから、こんなご時世ではありますが、うん、まあそれも良き思い出、うん、あとは、あ、人生初のピューロランドに行った。え？そう、遅いよね。そう、人生初の、うん、ピューロランドってさ、乗り物あるの？なんかある。そうなの？なんかちょっとした乗り物、うん、どういう乗り物？なんか座ってるだけだよね、ほぼ。うん、
なんか座るだけ、うん、へえ、あと写真撮るだけ、うんかな写真撮って座るだけえ本当にえ本当に、はい、でも映えスポットじゃん結構、うん、そう、サンリオ好きだから。えピュロランドって山梨にあるの？違う、ちょっと待って、書いてあるよ。あるのかな、じゃあ。え、うん、違う、大分にもあるよ。あ、ね、大分にもあるけど、違うよ、山梨は知らない。じゃあキティちゃんは多摩センターだよ。ちょっと待って、怖いこと言ったよ。キティちゃん2人いるってこと？やめて、そんなことないね。行き来してる、行き来してるよね、そうそうそう、飛行機乗ってね。うちらみたいにお仕事ハーモニーランド、それあれだよ、知ってる、みんなハローキティじゃん、うん、モーニングキティとかいるの？誰の？めっちゃおもろい。本当？待って、それはおもろい。確かに。モーニングキティ。めっちゃ。じゃあナイトキティの。いるよ。え？なあちゃん。いや、バタマいいんだよ。バタマいいよ。もうちょっと待って、普通にうまい。本当にびっくりした。感動した。ハロ、モーニング。本当にいる。うまい。本当にいる。いやいやいや。だからさ、そうやってさ、みんな飛行機とかに乗って、バカかしこくない？ハロー。キティちゃん、そう、え、そういう、え、え、外見はああいう感じのキティちゃん？あのまんま？最高だよ。顔とか違うの？わかんない、見たことない。え、なに、え、それは実在しない？都市伝説。うわ、それか、それかじか、普通に知りたわ。ないよ、変なところで、その砂もない。サギとかさ、食べる？美味しいよ。え、なんかすっごい棒読みだったよ、食べて美味しいよ。短くない？本当だ、短い、短いし、もそうし、なんかみんなマスクの色一緒じゃない？思った。ほんとだ、うちは違うか、ちょっと確かに。でも、ベージュベージュ、未成年ぼっち、これは大人から、未成年ぼっちえ？今17、18になる。前が18歳になりました。15のイメージめっちゃ強い、うん、めっちゃ売れる。これ何？お好み焼き味？うん、誰の？みんなと、うん、お菓子いっぱいある。誰のこれ？はい、なぜ？お、プティ、うん、開けていいの？あ、いいよいいよ、これ、うん、もう18なの？うん、開けて。でも来年19歳の年だよ、やばい。こっちから開けた。二十歳まであと2年じゃん。二十歳。今23？3。え？え？どうぞ。うん、顔はね。はい、ありがとう。じゃーん。なっちゃんも23？23。え、みんなも成人式終わった組？終わったよ。じゃあ次は私ね。うん、え？再来年？来年か。再来年。再来年。再来年？うん。あ、そっか。あれ？次。じゃあ、エイカが今度なんかやってくれるらしいよ。違う、次の次か。ね、笑ってはいけない。次の次、3年後じゃん、うん、笑ってはいけないからね。3年後だって、違う、来年が、まず来年があるもんね。笑ってはいけないから、はい、いいよ。マスク外してください。マスクしてると分かんないんですか？絶対やばい、絶対やばい、なんかもうやばい、もうやばい何してんの？なんかやってる？もう笑ってる、なんか仕込んでるあ、私のやつで、あ、それを持ってったんか。本当にこれ見て毎日頑張る。まさか、まさか、まさか。まさか、ガチ、ガチなの？見せられない、やばいよ、本当にやばい、どうしよう。もう
これもうびっくりしちゃう、うん、このメンバーだからできてると思う。本当にもう他のメンバー見せたら多分引くべ、うん、多分引かれる多分引くべ本気で引くよよかったまだよかったよ、うん、ゆうなもあの引いてなくてよかったよ。引かない引かないもう慣れっこだよね。それ以上上を見てるしきっとめっちゃ久々に会ったからさ、ね、そうだよ、久々だよね。1ヶ月ぶりくらいじゃない、もっと会ってない気がする。いつ会ったんじゃ逆に分かんない。ひだやも全然会ってない、うん、ナラスとかも。ナラスは会ってたかも。ひだやえのこないだったよね。なんで会ったんだ。あ、16周年もだからリモートなくて、うん、リモート見えてた。え、なんかいっぱい手振ったよね。うん、え、手振ったよね。実は出てたよ。ずっと見てた。あのみんなだなと思って稽古合間にやった。なんかすごいみんなが遠くの人のように感じたよ。みんなが踊ってるから。うん、でも遠かったもんね。そう距離とかの問題じゃないのよ。実際まで言わないよ。遠かったんだけどね。ガチで言われちゃった。さっきの動画送ってよ。あ、まだやってるか。うん、いいよ。でも後でくるね。どうやってやるかわかんもん。ね、絶対絶対おもろい。見てください。絶対おもろい。絶対おもろいけど、ちょっと好きなこともやんないタイプなのよこれ。私やんないのよ。やるでしょ。こういうの。やるの。ゆなやる。ひなちゃんがやるならやる。けどどうやってやったの。そうそう思った。どうやってやってんの。いやできない。しかもさ、やじゃない？鼻の中に。おい。おい。もうやんないわ。鼻の中に残んないの。もう言ってんじゃねえかよ。じゃあ、あやかがセッティングしてあげるよ。いやだ。で、ゆうのもやるんじゃないの。いやもうや絶対やんない。うち。ゆうな。いやだ。え、待って。これ使用済み？おいおいおい。じゃがりこ食べてまーす。おい。本当に食べてます。え、これあ、一口サイズなんだって。これし違う。あ、それ違うの。え、何せが渡したでしょ。使用済みってない。使用済みどうやってやってんの。やん、いや、じゃやんないで。え、全然何もやってないよ。何もやってないね。本当だ。ああ私って本当に今って何の寄り合い。寄り合いって何。寄り合いって何。知り合い。あ、知り合い。なんで寄ってんのって。なんで集まってんのってことじゃん。寄り合いって言うんだそれ。ちゃんとおだけしない。わかんない。ちょっと一回やってみていい。やばい、うん、しかしない。やばいしかしない。やばいしかしない。やばい気がし、やばい気がしかしかないしかない。やばい気がしかしかない。本当に。え、どうやってやったの。すごい。もういいよ。もういいよ。ダメだもん。いいよもう。長い長い、そのね。こう。そう。やだ。じゃあいいよ。やらなくていいよ。なんかノリ悪いやつじゃん。ノリ悪い。いやうちもノリ悪い。ノリ悪い。じゃあなんか違う一発芸して。あ、そうだよ。これで？うん、なんかこれで？やること分かってきた。分かってきた。嫌だ、分かってるな。じゃあ何やると思ってる？それやんない。何の匂いそれ。え？これか。考えてる、ピナちゃん。考えてるよ。何の匂いそれ。犬みたいに考えてる。長いんだよもう。怖い。怒んない。3、2、1。じゃあ分かった。それだけ考えてるだけめっちゃおもろいってことだね。うん。期待しよう。ね、ハードル上げてる。ハードル上げてる。いいよ。うん？いや、何でも笑う、何でも笑う。お？何でも笑うよ。ピナちゃんが頑張ってる分笑う。ここがビヤーンってなるって。ここもビヤーンってなるって。せーの、ブザリブザリ。
なんかおもろかった。なんかおもろかった。もうなんでさ、それしかないの、みんな思考回路。最高だね。それしかない。最高だね。それじゃないやつ考えよう。無理だよ。思考回路みんなそれなんだ。何時からやってんだろう、ショールームこれ。そろそろあれ？分かんない。見てみる。覚えてなくない？そろそろ出番もちろん。いやまだだと思う。2時間後とかやん。12時からだっけ？うん。もうでもかれこれ40分くらいやってるよ。うん。じゃあ終わりまっか。終わってみる？今日は一日長いからね。ランキング読みます。いいよ、読んで。じゃあ、一人ずつ行く？一気に行く？いや、一気に行く。13位は、スイカの種さん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位は、ゴロアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位は香港のケーキアットマークのアレンジアットマークうなとりどんさん、ありがとうございます。ええ、あ、いたいたいた、はい、10位はホアンさん、ありがとうございます。ありがとう。9位はプロウジュさん、ありがとうございます。8位はかずみちゃんさん、ありがとうございます。7位はとわさん、ありがとうございます。6位はしまアットマークのナレンジャーさん、ありがとうございます。5位はのりアットマークだんこのナレンジャーさん、ありがとうございます。4位はいっさアットマークのナレンジャーさん、ありがとうございます。3位はゴロアットマークのナレンジャーさん、ありがとうございます。2位はパンダアットマークのナレンジャーさん、ありがとうございます。1位はなべ公式アットマークのナレンジャーさん、ありがとうございます。ありがとう、みんな。ありがとうございます。じゃあ読みますね。13位ゆめこべちゃっとのなたりどんさん、12位天使閣さん、11位むぱらぎあっと、ま、むぱらぎお久しぶりですさん、10位服部牧場長と吉川小牧城兼任の管理者さん、なんだかな。9位ラペシさん、8位りょうたっとマーク鳥ももしさん、7位まぼろしさん、6位 MM ルールザットマークゼップ東京ラストライブさん、5位ゆうきさん、4位やすすんさん、3位ピンクカメオさん、2位あきこさん、1位ペロペロチームさんです。ありがとうございました。ペロペロチーム知ってる？知ってるね。ペロチーム、じゃあ君たちだ。ペロチーム知ってるから、うん、13位から読んだ。リスさん頑張ります。13位リハーサル広瀬マーラ、ね、12位左打ちわさん、11位ブムさん、10位チップ&デルのハヤトさん、9位ピンクカメオさん、8位ベルタイさん、7位カナピーシーさん、6位カッちゃん、5位アキラさん、4位、ピアノマンさん、3位ナハハンさん、2位アモの犬さん、1位韓国語なんだと思う。ありがとう。カムサハムニダ。カムサハムニダ。イエイ。あら、ピナちゃんもありがとうって。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は一日レッスンなので、みんなで頑張ります。頑張ります。それでは、See you next time。See you next time。バイバイ。さようなら。おやすみなさい。バイバイ。